脊髄とは、脊椎動物の脊髄の内側にある、脊髄管の中に持つ、髄膜の内側に存在するニューロンと、神経繊維の集合体である。脳と脊髄とを合わせて、中枢神経系と称する。脊髄は、脊髄管の中から、脊髄神経の枝を何本も出し、末梢と脳との橋渡しをする。 ただし、脳と抹消とをつなぐ神経は、脊髄だけではなく、脳神経と呼ばれる脳から直接出ている神経も存在する。なお、脊髄は反射の一部もなっている。人の脊髄は、塩髄の微速に始まり、第一腰椎と第二腰椎の間の行為で、脊髄塩椎となって終わり、終わり糸と呼ばれる紐状の繊維につながっている。脊から直接出ている神経は、 神経根と呼ばれ、神経根が脊髄空から出る行為によって、経髄、胸髄、腰髄、仙髄、尾髄に分けられる。ただし人間では、尾髄は対価的である。脊髄は脊髄より短いため、脊髄の行為と脊髄のそれとは一致しておらず、脊髄の末端より、下位の脊髄空には神経根のみが伸びており、須と呼ばれる。図三脊髄断面図四左。 開白室のレクセドの総分類。右、他の呼び方。脊髄の断面は重層する神経細胞で構成される白室が神経核である開白室を囲む構造となっている。なお、逆に脳では開白室が白室を囲む構造となっている。中央には第4脳室の続きである中心管が見られ脳脊髄液で満たされる。開白質部分は全核。 側角、広角に分かれ、脳から降りてきた運動に関わる神経は、脊髄全角で運動ニューロンにシナプスを作って連絡する。この連絡箇所は上肢、下肢に向かうニューロンが出る際に多くなり、頸部には頸膨大、腰部には腰膨大の膨らみとして肉眼でも観察できる。開発質は存在する神経細胞の性質によって分類される。角には 遠心性神経の細胞体があり、脳から降りてきた運動に関わる神経は、脊髄全角で、下位運動ニューロンにシナプスを作って連絡する。広角には、末梢から入る、急心性神経とシナプスを形成する神経細胞体がある。また、腰髄、胸髄だけに、側角があり、ここには、交換神経の神経細胞体がある。 開発質はさらに組織学的にいくつかの部分に分類される。様々な分類方法があるが、最も広く用いられているのは、ブロールレクセドによる総分類である。レクセドは、猫の脊髄を使って、開発質を i から x までの10層に分類した。白質は大きく前作、側作、五作に分けられる。それぞれ、前作は、前根の間、側作は、 前根と後根の間、五作は、後根の間におおむね相当する。前作には、上行路として、前脊髄支障路、下行路として、内側重足、前皮質脊髄路、シフタ脊髄路、端毛様体脊髄路、前底脊髄路、円髄毛様体脊髄路がある。側作には、上行路として積水死害路、積水より無事、外側脊髄支障路、前脊髄小脳路。 骨脊水晶脳炉が、下行炉として、赤角脊髄炉、外側皮質脊髄炉がある。後作には、上行炉として薄束、欠上束が、下行炉として、半円束、中間円束がある。また、前作、側作、後作のいずれの部分でも、開白室と接した部位は、脊髄内の上下の連絡を行う、神経繊維の通る部分で、ここを、固有束という、 脊髄は髄膜と呼ばれる三層の膜に包まれており、外側から硬膜、雲膜、軟膜と呼ぶ。すべての髄膜は大脳半球及び脳幹を包むそれぞれの膜と一体になっている。脳と同様、雲膜下空には脳脊髄液が存在する。神経根の間の軟膜の外側は、四条人体となって硬膜に付着し、脊髄を固定している。 肛膜は第二線髄の行為で閉じている。人の脊髄は31の分節に分かれており、それぞれの髄節の左右の腹側から運動神経根が、肺側から感覚神経根が、末梢に出ている。腹側神経根と肺側神経根は、やがて合わさって脊髄神経となる。31体の脊髄髄節は、人ではいかに分類される。 脊椎は脊椎に比べて成長が早く、最終的に長くなるため、成人では、下位の脊椎髄随節になるほど、代用する行為の脊椎骨に比べて高い位置にある。発生の始めでは、脊椎と脊椎の高さは一致しているが、成人の脊椎の終わりは、大体第一腰椎と第二腰椎の間になる。腰腺椎は、第九胸椎から第二腰椎の間にあり、 例えば第4潜水の神経根は、共用椎後部のあたりで脊髄から出て、脊柱管内を下行し、第4潜水の下から出る。脊髄塩水より、下は、巣と呼ばれる。脊髄の小道は、次の2つの部位で大きくなっている。図を翼番と基盤での脊髄神経の発生。脊髄は、神経管の一部から作られる。神経管が形成され始めると、脊索は、 ソニックヘッジホクを分泌する。これによって、底板が誘導され、さらに底板からも C が分泌されて基板が誘導される。一方外胚用からは、骨形成タンパク質が分泌され、これは外反を誘導し、さらに外反も BMP を分泌して欲板が誘導される。欲板と基板は境界孔で区切られている。また底板は、ネトリンタンパク質も分泌する。 ネトリンは、欲盤の神経細胞のうち、温通核ニューロンに、性の相加性を起こす有因物質として働き、この神経の軸索を中心管の前で交差して、反対側の複側を乗降し、死傷まで進ませる働きをする。神経系が正しく組み立てられるには、神経細胞でもプログラム細胞子によって細胞が、削ぎ落とされる必要があり、これはかつて、 ビクトル・ハンブルガートリー・イータレイビ・ビモンタル・チーニによって、鶏で研究されたが、最近の研究でも証明されている。つ録脊髄伝動炉。体制感覚精神経系には、触覚、固有格を伝える五作、内側毛退炉と、温通覚を伝える、脊髄師匠炉の2つの伝動炉がある。どちらの伝動炉も、感覚需要器から、大脳皮質に情報が伝わるまでに3種類の、 ニューロンが関わっている。このニューロンを抹消から順に一時、二次、三次ニューロンという。一次ニューロンは脊髄後根神経節に細胞体があり、そこから抹消の感覚受容器と脊髄の両側に軸索を伸ばしている。触覚、固有角の経路では、一次ニューロンは脊髄に入ると、同速の五索を上行する。第六胸髄以下のニューロンは、 五作の内側寄りにある薄束を通る。それより、上のニューロンは五作の外側にある、欠状束を通る。一次ニューロンは円髄に入るとそれぞれ薄束角、欠状束角と呼ばれる、神経角でシナプスを形成し、ニューロンを交代する。二次ニューロンは円髄で交差し、内側毛体と呼ばれる束になって、さらに上行して、死傷の後、外側腹側角に入り、 三次ニューロンとシナプスを形成する。三次ニューロンは、首相から、大脳の内方を後ろ足を通り、頭頂用の中心を階にある間隔屋に至る。温通角電道路は、また異なった経路を通る。通角の一次ニューロンは、脊髄に入ると一から2、随節上行、または下行して、広角公用室でシナプスを形成する。シナプス後の二次ニューロンは、に交差し、脊髄の前、 外側を死傷まで上行する。このため、脊髄支障炉は前、外側系とも呼ばれる。二次ニューロンは、支障の後、外側腹側角で三次ニューロンとシナプスを形成する。三次ニューロンは、内方後ろ足を通って、頭頂用の中心5階にある感覚屋に投射する。前、外側系のニューロンは支障に投射するだけではなく、途中で、脳幹毛様体にも軸索が伸びている。 この模様体からはさらに海ウ馬ウ、死傷のセイチュ中中心角など、大脳や肝脳の様々な場所に投射している。中脳中心開白室にも二次ニューロンは投射しており、ここから、塩髄の大方線核、さらに脊髄へと投射があって、通角信号の入力があるとそれを抑制する、働きを持つ。これによって痛み刺激が軽減される。経髄レベルでの脊髄の断面図。 運動系の伝動路は、外側皮質脊髄路、赤角脊髄路、全皮質脊髄路などがある。上位運動ニューロンによる入力は、大脳皮質及び、脳幹の神経核から来る。軟質骨上位運動ニューロンは、骨髄脊髄路と呼ばれる。ブロードマンの脳地図の4や、6や、1から3や及び5やに始まり、内方の膝及び、後ろ足を通って、大脳足。 端から円髄の衰退に至る。ここで運動ニューロンの軸作のうち約85%が対側に交差し、脊髄の外側皮質脊髄路を下行する。残りの約15%のニューロンは同側の全皮質脊髄路を下行する。その名と異なって中心前回だいぶ一層の別細胞に始まる上位運動ニューロンは数の上では少数であり、 人以外の霊長類では60%以上の上位運動ニューロンが運動前のから起死していることが明らかになっている。脳幹からは4つの運動伝導炉が上位運動ニューロンを出している。赤角脊髄炉、前庭脊髄炉、シフト脊髄炉、毛様体脊髄炉の4つである。赤角脊髄炉は側作を、その他の運動炉は前作を下行する。 海運動ニューロンの機能は、外側皮質脊髄色及び、全皮質脊髄路の二つで異なっている。外側皮質脊髄路の上位運動ニューロンの軸索は、脊髄全角の内瀬外側海運動ニューロンと、シナプスを形成する。DL ニューロンは、四肢炎位の高知運動を支配する。四肢に関係するので、DL ニューロンは、脊髄の内首膨大及び腰膨大の、 開発室にのみ存在する。外側皮質脊髄路は、円髄衰退で交差した後は、脊髄では交差しない。一方、全皮質脊髄路の上位運動ニューロンは、大脳皮質と同側の脊髄前策を下行し、その軸策は、同側の脊髄全角の内腹内側赤い運動ニューロンとシナプスを形成するか、あるいは白前交連で対側に交差した後、その行為の随節内にある。 VM 界運動ニューロンとシナプスを形成する。脳幹に始まる赤角脊髄路、シフタ脊髄色及び前庭脊髄路の上位運動ニューロンも、同側の脊髄埋作を下行するが、これらのニューロンは交差を行わず、同側の脊髄全角にある VM ニューロンとシナプスを形成する。VM 界運動ニューロンは体幹の大きな姿勢筋を支配する。 VM 回運動ニューロンは DL ニューロンと異なり、脊髄のすべての行為の全角内に見られる。固有角の情報は、大脳皮質だけでなく、小脳へも伝えられ、その経路は3つある。第二腰髄以下の固有角情報は、感覚受容器から複側脊髄小脳路または全脊髄小脳路と呼ばれる経路を通って脊髄に入る。 一次ニューロンの神経細胞体は、脊髄交根神経節にある。脊髄に入ると、二次ニューロンとシナプスを形成する。二次ニューロンの神経細胞体は、脊髄全角の辺縁にあり、脊髄境界細胞と呼ばれる。二次ニューロンは交差して体側にわたり、側索の前、外側辺縁を上行し、端上部の上小脳足から小脳に入る。 多くの神経繊維は再び交差して、小脳チューブ全部に投射する。第二腰髄から第一胸髄までの固有核を伝える一次ニューロンは、脊髄甲角基部の背角とシナプスを形成する。二次ニューロンは交差せず、同側の脊髄側索の後、外側を上行し、下小脳足から小脳に入って、小脳チューブの分足部及び微足部に投射する。この経路は、 排足脊髄小脳炉と呼ばれる。第八頸髄から上位の固有核一次ニューロンは脊髄に入るとそのまま誤作を乗降し、塩髄の腹血状多摩角でシナプスを形成する。二次ニューロンは下小脳足から小脳に入り、同側の小脳半球皮質の落下の理由による切断で起こる。椎骨や椎間板が破壊され、骨の鋭利な破片が脊髄を障害することもある。 脊髄損傷を被った人は、通常体の一部の感覚低下がある。さらに軽症で手や足の機能の障害、重症の場合は、体麻痺や四肢麻痺、あるいは損傷部位以下の全機能の喪失が起き、最悪の場合呼吸困難を引き起こししに至る場合も、ある。上位運動ニューロン繊維の損傷があると、障害部位と同速に特徴的な症状が現れる。 健反射の更新や筋緊張の更新、あるいは筋力の低下などが起きる。また、肝運動ニューロン繊維の損傷の場合にも特徴的な症状が出る。障害側の全体ではなく、障害を受けた神経の支配筋だけが影響を受ける。また、筋力低下、筋緊張の低下、健反射の減弱や消失、筋意識などが起きる。脊髄損傷を最も起こしやすい部位は、 形髄及び腰髄である。レックスとビーザ・サイトハー・アーキテクターニック、オーガニゼーション・オブ・ザ・スパイナル・コード・イン・ザ・キャット、J コンプンロール十二九十六四百十五から四百九十五レックスト・ BA ・サイトハー・アーキテクターニック、アトラス・オブ・ザ・スパイナル・コード・イン・ス・キャット、J コンプンロール五十四百二百九十七から三百七十九レックスと Be some aspects of the site architectonics and snap y t o l o g y of the spinal code in Eccles JC Shade JP e s Progress in Brain Research Volume 2 Organization of the spinal code アムステルダムエルザビア1964 58から92ダ d ダ r JD ユー i n g L c カーター C Origin of Primary Sensory Motor Cortical プロジェクションツーランバースパイナルコードオブキャットモンキーブレインレス1976103366から372ジョーンズ EG ワイズ SP サイズラマナーコロンナーディストリビューションオブエフラントセルズインザセンサリーモーターコルテックスオブモンキーズ J コンプンドル1977175391から438ダム RP ストリック PL ザオリジンオブコートコスプイノルプロジェクションスフロムザプラモーターアリアスインザフロンタルローブジェーナーサイ1991-11 667から689クーパー S シェリントン CES グワーエストラクトスパイナルボーダーセルズブレーン1940-63 123から134ありがとうございます